味を上げてます。にしようと、このビタミン剤、黄色いビタミン剤を入れてあげて、で、大体頭を下にして上げてます。本当は1話につき1つずつ、1錠ずつ上げたいところなんですが、泳いでいる研究さん、どの子が食べてないかがわからないので、こんな感じで上げていきたいと思います。野生下でいうと狩りの時間になりますね。今だいたい1日に2キロのお魚をペロッと食べてしまいます。はい、1、6分走ってやってきました。はい、こう水の中で食べると鳥が1個になってしまうので、こうぐるーっと回って足元に来ればこうやってもらえるっていう学習をしてここに来ればもらえるんだなと思ってやっていきます。時々釣られて水の中に入っちゃうこともあるんですが、なかなかペンギンが食べているところが早くないんですが、ペンギンがお魚を食べるときに頭から丸飲みしていきますね。ペンギンからは、みんなには歯があると思うんですが、ペンギンには歯がありません。はい、はい、そうです。このまま頭からスルーンと丸飲みしてしまいます。頑張れ。ヒロ君も泳いで運動してきていいですよ。運動してきていいですよ。